皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。英語は10点から20点の高校受験生を8ヶ月で50点以上取れるようにする動画の18回目、今回は疑問詞の練習問題、これを解いていきます。会話が成り立つように括弧内の正しい方を選びましょうと。括弧1では A がまず括弧があって Who と Where が入っていますね。 Who は誰が、 Where はどこ、こういうことを聞く疑問詞ですね。で、後ろに Is that a boy、 こうなっています。どちらを選んだらいいかは答える方の文を見て決めます。 B が答えているんですけど、 B は He is my brother、 He is my brother、 彼は私の弟です、または兄ですと、こういう意味の文章で答えていますよね。ですから誰ですかって聞いてるはずなんですよ。誰ですかと聞くには Who を使いますから、 Who is that boy、 Who is that boy、あの少年は誰って聞いてるんで、 B が He's my brother、 彼は私の弟だよ、または兄だよ、こういうふうに答えてるわけです。カッコ2番です。 A がまずカッコの中 What と When が、 What は何、 When はいつ、とこういう意味の疑問詞ですね。で、後ろに Is your birthday、 ね、あなたの誕生日、もうここの部分だけでもね、何があなたの誕生日っていうのはおかしいので、いつですかって、あなたの誕生日はいつですかって聞いてるはずなんですよね。だから答える人は It's March 6th、 It's March 6th、 3月6日です、こう答えているわけですから、いつを表す When を選んで、 When is your birthday、 When is your birthday、 あなたの誕生日はいつですか、答えは It's March 6th、3月6日です。これは2分が成り立ちますね。3番の括弧の中には Where と When が入っています。 Where はどこ、 When はいつ、ね、これを聞く疑問詞でしたね。で、後ろに Do you have lunch、ね、Do you have lunch、 こうあります。どちらを選ぶかは先ほども言ったように、返事の方でしょ、答える人の文章を見て決めますよね。で、 B は We have lunch in our classroom、 We have lunch in our classroom、 私たちは教室で、お昼を食べますと、昼食をとりますと、こういうふうに言っていますよね。ですからどこ、ね、そう聞いている方を選べばいいわけです。どこは Where ですね。ですから Where を選んで、Where do you have lunch? Where do you have lunch? あなたたちはどこでお昼を食べるんですか？で、答えが We have lunch in our classroom、ね、We have lunch in our classroom、教室で食べます、こう答えているわけです。4番は括弧の中に Who と Whose が入っています。 Who は誰、 Whose は誰のという意味でしたね。で、後ろに Camera is this、こうありますよね。もうここの部分だけでもちょっと分かっちゃいますね。誰がカメラですか、おかしいですね。Whose を選んで、誰のカメラですか、最初の文章で分かるので Whose を選んで、 Whose camera is this、 Whose camera is this、 これは誰のカメラですかというと、 B が It's my father's、 It's my father's、 それは私の父のものです。誰々のものというときには代名詞だったら mine とか yours とか his とか ours、 hers、 こういうものがありましたけれど、人の場合、例えば Ken のものというときには Ken の後ろにアポストロフィー S をつける。母のもの、私の母のものだったら my mother でアポストロフィー S で、ここでは私の父のものなので my father の後ろにアポストロフィー S、これをつけて誰々のものということを表すんですね。最後は会話文を読んで質問に答える問題です。 ALT のミズ・オレンジ、オレンジ先生とケンタの会話文を読んで質問に答えましょう。まず意味を確認しながら会話文を読んでいきますね。まずケンタが
Good morning, Ms. Orange. Good morning, Ms. Orange. おはようございます、オレンジ先生。こう言ってますよね。と、オレンジ先生が、Good morning, Kenta. おはよう、Kenta. そして、How do you come to school? How do you come to school? How というのはどうやってという意味ですから、How do you come to school は、どうやって学校に来てるんですかって、ケンタに質問してるんですね。そうすると、ケンタは、I come to school by bus. I come to school by bus. 私はバスで学校に来ています。そして、Do you come to school by bike? Do you come to school by bike? って、オレンジ先生に今度は質問してるね。あなたは自転車で学校へ来ているんですかって言うと、オレンジ先生は、何か言って、その後で、I walk to school. I walk to school.、ね、私は歩いて学校に来てるんですよ。こう答えています。では、意味を確認したので、今度は英文の部分だけを読んでいきます。ケンタが、Good morning, Ms. Orange. そうすると、オレンジ先生が、Good morning, Kenta. How do you come to school?ケンタが I come to school by bus. Do you come to school by bike? そうするとオレンジ先生が何か言って I walk to school. こうなっています。質問は括弧に入るのはどちらでしょう、Yes, I do. いわ No, I don't. どちらを選べばいいんでしょうか。ここの部分ってケンタの質問に答えてる部分ですよね。ケンタがDo you come to school by bike? Do you come to school by bike? あなたは自転車で学校に来ているんですか?そうすると何か言って、その後で I walk to school. I walk to school. 私は歩いてきてるんですよって答えています。ですから、自転車で来ていないので No の方を選びます。答えは No, I don't の意になりますね。今回は疑問詞の練習問題を解いてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。